あ、いるいるいる。強すぎる。ロクスコフルオート最強だわ。マジで。はいどうもこんがりです。というわけでですね、本日もメトロロイヤルやっていこうと思います。はい、今回はこちらのベクターを使って遊んでいこうと思います。で、このベクターなんですけど、精密武器で精密の、アタッチメントを揃えると安定性がもうほぼマックスになります。というわけでこちらの安定性マックスを生かしてロクスコフルオートベクターで敵を粉砕していきましょう。それでは、アドバンスのソロやっていこうと思います。レッツゴー。あ、いるわいるわ。何やってんのあの人。壁にめり込んでる。やるか。はい、当たってますね。さあ詰めるか。あ、オッケー。この辺ね、敵は気持ち多いんでちょっと気をつけましょう。マジこの安定感半端ないんですよ。これロクスコフルオートですよ皆さん。強い。はい、何も落とさない。マジかよ。あ、いるいるいる。ロクスコフルオート最強だわ。マジで全然ブレないの。これね、動画の最後に感度とかご紹介します。はい、改良か。ミニ改良、いらね。まあ燃焼弾って敵にヒットすると、まあ、敵がスコープ覗けなくなるんですけど、グレポンとかはね別に覗く必要がないので、まあ、やっぱりグレポン相手には油断しない方がいいと思います。まあ、ちょっとこの試合が終わった後、まあ見せ場が、あ、いる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 わ。で、これもう今 ADS できないからね、敵はこの間にしっかりと詰めていく。一旦ドリンクタイムか。誰てんね。あ、グレポンやろうか。めんどくせえ、こいつだりんだよ。一旦木を縦にして、うざ、早く来い。隠れてないでおいで。グレポンはずる。俺グレポン持ってないんだもん。あ、うっぜー、マジでうぜー。やめてくれ。あぶねー。ふぅ、まあ2発いってーわ、いってーわ。やめてって、やめて、もうマジで無理。あぶねー。もうやめろ、早く早く早く。危ない危ない。グレポン弱。おい、ちゃんとメトロやってっか。もうやるか。一旦待機。あー、くっそー。あー、もう俺の、あ、よかった、ノーロスです。おい、ベクターも無事だった、よかった。危ねー。というわけでですね、まあ、気を取り直して2戦目やっていきたいと思うんですけど、まあ、今回はですね、ベクターダブルで来てます。ダブルベクター。ということで、まあ、まあ、見ていただいたらわかる通り、その、グレポンはですね、やはり害悪と。まあ、ただ、まあ、そんなグレポンにもしっかりこのダブルベクターを使って、まあ、抵抗していきたいですね。
ほんとね、グレポンだけはね、きつい。もうグレポンはね、ほんとにずる。もうグレポンなんて使わないでください。皆さん、よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。いや、くっそめんどくさいんだけど。え、マジ?1分間お互い硬直状態って何これ?めんどくさ。あの、多分敵グレポンないんだろうね。グレポンない敵にはもう強気に行ってもいいんですが、行くか!もう行くわ!お前が動かないなら俺が動いてやるよ。うわぁ!うわぁ!もう!もうずるじゃん!もうやだ、マジで頼む。本当にロストだけやめてください。よろしくお願いします。And how are you? ああ、俺のスティフロが。さあ、行く。怖っ。いるわ。とりあえず詰めましょうか。ただ俺遠距離だからさ。詰める必要ないんだよね。敵の背後から、まあ、しっかり忍び寄って、まあ、遠距離ベクター決めていきたいと思います。どこにいる？あ、いるわ。あれか、大佐やおうならと。あそこにもいるんだ。オッケー。うわ、あいつだる。 AWM 持ってやがる。じゃあちょっと回っていきましょう。もう連続できるしちゃおう。あの柵だるいからこっち側から回ります。あ、いるね。気づいてるか、俺の存在に。気づいてるか、まあ気づいてるか。こっち気づいてねえや。さようなら。はい、 GG。 いやマジで、あーもう紫もう全然落ちないじゃん。頼むってマジで。あ、あざっす、あざっす。まあまあうまい、まあまあうまいね。さあこっちはどうでしょうか。あ、紫です。もう最低です。最低クラス。あー、 AWM しかも良好だったのね。いや、どうしよう。とりあえずドッグタグ、今回ダブルベクターで来ちゃってるんで、その、相手も取れないんだよね、武器。敵の武器がたくさん落ちてもさ、あんま取れないんだよね。あ、持って帰るか。さあ、帰りましょう。あ、いるわ、いるわ。いる。うわ、痛い。一旦退避。怖っ。あんま強くないな。いや、もう帰る。もう怖いわ。あんな敵と俺やり合いたくない。もうやだ。さっきのさ、あのスティフロロストがもうかなり効いてる、メンタルに。もうトラウマです。もう帰りまーす。今あの敵は、まああの、後ろのね、ロズホのボスのところから、まああの、回り込んでね、まあ、僕を倒そうとしてきてるんですけど、もう帰る。もう、メトロはさ、生き残れば勝ちなんだよ。無理に、あの、モサと戦う必要はない。もう帰りまーす。さよなら。あんたたち帰るわよん。あ、あたい一人だったわん。ということで、いかがだったでしょうか。6スコベクター、まかなり強いんですけど、まあ僕の立ち回りがね、今回あまり良くなかったので、まあ、もうちょっとね、立ち回り強い方が使えば、もう完璧な進化を、出してくれると思います。はい。ぜひね、皆さん、6スコフルオートベクター作って遊んでみてください。では、以上、こんがりでした。じゃあな、じじい。